群馬県民会館は群馬県前橋市にある群馬県営の多目的ホール。同市内に本社を置く株式会社ベーシアが命名権取得しており、2009年よりベーシア文化ホールと称されている。1971年にこけら落とし、群馬県最大のホールとしてコンサートや演劇、ミュージカルなどが行われている。1973年7月10日からは、 日本教職員組合の大会会場となった。市内には出席する組合員のほか、組合活動に反対する右翼活動家が約500人参集。右翼活動家は会場を中心に外線活動を繰り広げた。警察側も2300人を動員して警備に当たった。また、2008年8月の全国高等学校総合文化祭では、気学、 半減落部門が開催された。また開館敷地の前身は、群馬大学教育学部のキャンパスで、当時、学生たちが歌った、昭和の叙情歌赤い花白い花がこの地から全国に発信された。完成から50年以上が経ち、施設の老朽化で2020年夏から2022年まで大規模改修工事を行うため、全館休館予定としていたが、 県の公共施設の再検討により、無期限延期となり、10月には、東京の銀座にある、アンテナショップ群馬総合情報センターや、新東村のライフル射撃場などと共に廃止検討の対象となっていると報じられた。ベーシア文化ホール完全ガイド l i v e w a l k e r c o m ット午後は、 トラブルなし右翼の半分引き上げ、朝日新聞昭和48年7月8日、長官、13班、23面、大規模改修工事を当面実施しないことに伴う、施設利用受付再開について、群馬県民会館公式サイト、2020年10月7日閲覧、群馬ちゃんや撤退検討銀座裏通りへのいて裏面朝日新聞、https、 w w w a s a h i c o m アーティクルズ ASNB7729KNB700CHTML2020 年10月8日閲覧。群馬ちゃんやや、県民会館などの廃止検討群馬県が中間報告。毎日新聞。 https://mainichi.jp/articles/.20201008/.k00/.00m/.040/.024000c20 年10月8日閲覧。ありがとうございます。